はい、ということで急になぜか朝。おはよう。おはようございます。おはよう鳥たち。おはよう。はい、私昨日寝ましたね、はい、疲れすぎて昨日お風呂入ってすぐに寝てしまったので、うん、まあ、でも見てもらった通りなんと今日はバーベキュー。いや楽しみすぎる。そう、ちょうど雨も降らなくて天気も良くてあったかいの。あったかいです。アウターなしで本当に行けるぐらいあったかいので、バーベキュー編をお楽しみにしてください。はい、納豆ご覧の通りもう残るはキャベツとウインナー。シャウエッセン、シャウエッセン、何やってたんですかね。いや食べることに夢中すぎて、うん、あれってあと残りこれだけだねってなった時に気づきました、うん、そう、まましてなかったことを。でもじいちゃんもばあちゃんもみんな食べに来てた。そう、みんなでちょっと ね楽しすぎましたね。そう、喋ってた。なので最後ちょっと食べながら、うん。何について話します。何について話そう。クリスマスの思い出とか話しましたっけ。うん、話してない。話してない、うん、話しましょう。クリスマスの思い出か。はい、でも最近20歳超えてからとかもさ、仕事、うん、ですね。じゃあ毎年イベントとかさ、うんうん、ライブとかそういうので過ごしてきたけど、うん、学生時代とかじゃない。学生時代のクリスマスか。でも一緒にケーキ食べたりクリスマスパーティーとかして、あんまいい思い出ない。なんかずっと部活もしてたから。ああ、そういうことですね。昼間、昼の給食の時間とかに、うん、高校生の時お弁当とかなんだけど、みんなでケーキ買って食べたみたいな、うん、そういうのぐらいかな。めっちゃいいじゃないですか。あ、でもちっちゃい時にサンタさんやっぱ信じてるじゃん、はい、でサンタさんに関して疑問が生まれ始めた時に、はい、その年のクリスマスちょっと起きてよと思って、うん、サンタさんの正体を突き止めようと思って起きてて、でなんか、あ、誰か来たと思って。え、起きてたんですね。そう、え、誰か来たと思って、そしたらなんか急に涼しい風が入ってきたの。でも絶対見ちゃダメだと思って、うん、誰だろう。でもこうなんか置かれたので、さーって扉閉められたの。でもすごい霊気が来たの。なんかリアルサンタかと思って。でも今考えたら普通に寒い時期だから、まあまあ、はい、知ってる人が入ってきたんだなっていう。ああ、でもサンタはやっぱねずっと信じてたな。あ、そうなんですか。手紙書いたりしてた。かわいい。いつまで信じてました。小学校5年とかかな。6年でやっぱさ、分かる友達とかさ、そうですね、サンタって母ちゃんだからみたいな言うじゃん、みんな。そうなのと思って。これ本当今から話すること、今話してたことは子供を見ちゃいけないやつですね。ちゃんとちゃんと見ちゃいけないやつ。サンタさんいるから。サンタさんいますよ、うん、でも私もそれで言うと、そのいつだったか、小学生ぐらいの時に、うん、まあ、ずっと親だ親だと思ってて、うん、でありえないだろうみたいな、うん、思うじゃないですか、うん、でそこでなんかもう悩んだ末に、うん、ちょっと現代っ子なんで、うん、あのおばあちゃんちにパソコンがあったんですよ、うん、パソコンね、サンタさんの正体とは調べたら、たくさんのサンタさんが、うん、うちの子まだ信じてます、中学生なのにみたいな、わらわらで書いてあって、それ掲示板があって、それ読んじゃって、うん、親じゃん。夢壊れた。で、それでそういう話したら、うん、ああ、もうサンタさんの正体分かっちゃったんだね、うん、もうサンタさんは一生来ないよって言われて、もうそこから来てない。うん、なんだ。そうなんですよ。ね、急にサンタから現金が来るようになった。なんか物じゃなくなった。お金が置かれてるみたいな。なんかすごい現実。みんなどうやって知るんですかね。ぜひともコメントしてください。どうやってサンタを知ったのか。口にいっぱい入れちゃう。うん、もうついてないんですかね、これ。いや、ついてるけど弱くなっちゃった。あ、まあ、生でも食べれますもんね、うん、
すごいさ、やっぱ田舎だからかわかんないけど、タレの匂いにハエが集まってくるからハエの量がすごいっすよ。ずっと格闘してたハエと。ゆっさまさん冬のバーベキューっていいな、新鮮で。え、そうなんですよ、意外とね、うん、寒くなかった。行けた行けた。ちょっと暑かったしね。ですね、うん、日光が映ってるんですかね、このパラソルは。急にパラソルができ始めた。映ってんじゃない、映ってない、映ってそう。おばあちゃんが、りんちゃんのおばあちゃんが、うん、暑いって言ってたら立ててくれました。そう、ありがとうございます。日差しがね、暑いから。のどかだな。のどかですね、うん、さっきそこ子供走ってたからね、やば。何も考えなくたっていいから。何も考えなくたっていいから。めっちゃ病んでるし、楽しい。やっぱ東京ってさ、世話しない感じあるじゃん。うん、時間が早い感じする。早いです。そう、田舎ってなんかいいよね。ゆっくり。そうですね。でも将来、うん、住むとしたら、うん、やっぱそんな都会と田舎どっちがいいですか？え、都会がいいな。都会がいい。やっぱそうなんですね。その、まあ、実家っていうか、その母さんが、まあ、この田舎いるんだったら都会でいいかなと思う。たまに帰ってこれるとこがあればいいかな。確かにそれありますよね。うん、やっぱ都会の方が便利っちゃ便利なんだよね。住みやすい。楽しいし。便利です。うん、私もなんか前にあの免許の話したじゃないですか、うんうん、でやっぱ都会はいらないっていう話をされて、うん、でも必要だよなとかいろいろ思ってたんですけど、うん、こっちに来て必要がないし、うん、こっちは本当に必要だなと思いました、うんうん、そうなのよ。お店行くのも遠いし、やっぱ本当に、うん、何でしたっけ、りんちゃんのお母さんが言ってたのが、うん、1人1台車を持つっていう、うんうん、そうなの。でも本当そうじゃないと移動が難しいですもんね。うん、そうなんだよね。学生の時は自転車とかめっちゃ乗ってたから、うん、自転車通学だったから。確かに徒歩では無理ですね、うん、遠すぎても多分着く頃には授業終わってるんじゃないかな。歩いてったら。ラストキャベツ。私もラストキャベツ食べた。完食じゃん。完食です。うんうんうん、冬のバーベキューもいいですね。いい、めっちゃいい。今日はクリスマスイブだからさ。本当ですね、うん、後でもうちょっとお腹が落ち着いたら中でケーキを食べよう。幸せ。うん。あと一口。頑張ってください。カイン。カイン。バーベキュー編はこれにて終了ですね。はい、バーベキュー。なんですかね今の。なんだろうね、もういただきますって言って最後もう、うん、それだけです。そんなことあります。まだちょっとケーキ食べてるシーンとかもね、うん、ぶち込められたらいいなと思っております、うん、よし、雨が降る前に退散しましょう。退散します。バイバーイ。バイバーイ。